以前ハコモさんの段ボール工作キットでリストのパッカー車を作りました。ハコモさんの工作キットはハサミやノリを使わずにプラモデル感覚で組み立てられます。このパッカー車、ダンプアップもできるし、中にゴミを入れることもできる優れもの。さて今回新たに作るのは、実はリストのようなゴミ処理施設や清掃センターではおなじみの働く車。ハコモさんの豊富な乗り物シリーズの中からダンプカーとショベルカーを作ります。国立リストチャンネル。ハコモさんの段ボールキットは白い段ボール用紙で色がついていません。ですから自分の好きな色で塗ったり紙を貼ったりできます。今回ダンプカーは黄色で塗ることに。
続いてショベルカー。こちらも黄色いものが一般的ですが、色の違いを出すために今回は緑色にしてみました。仕事の現場を想像しながら楽しいごっこ遊びができそうですね。さて、お知らせです。来る10月19日土曜日、東京都国立市では恒例の環境フェスタを開催します。このイベントにリストは一昨年、昨年に続き今年も参加させていただきます。一昨年はパッカー車の塗り絵、昨年はクイズとパッカーくじを実施しました。ありがとう。今年はゴミの重さ体験イベントを予定しています。ゴミの重さって何って思いますよね。今実は日本で、世界でゴミを減らしましょうという動きがあるんです。リサイクルだとか 3R 食品ロス削減なんて言葉聞いたことありますよね。地球上の限りある資源の有効活用、最終処分場の延命、ゴミ処理費用の削減など様々な理由からゴミ減量は私たち全員のテーマです。ゴミ減量というからにはゴミを出す量を減らさなければいけないのですが、そこで基準となるのがゴミの重さなんです。
とはいえ多くの人は普段ゴミを出すとき重さで考えたりはしていませんよね。しかし多くの自治体がゴミ減量の目標値を定めています。国立市の場合は1人1日 651.7g です。ゴミを出す量を1日平均で 651.7g までに抑えましょうということです。この 651.7g どのぐらいの重さだかわかりますか？なかなか数字で言われてもピンときませんよね。そこで実際に重さを体験してもらおうというイベントです。正解不正解を出すクイズではありません。お子様限定にはなりますが、参加者にはハコモさんの段ボールキットをプレゼントさせていただきます。先着200名様です。今回は4種類ご用意させていただきました。市外の方もご参加いただけますので、ぜひお楽しみに。詳しくは概要欄へ。よかったよって思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。国立リストチャンネルでは、産業廃棄物の話以外にも国立市にお住まいの方にとって役立つゴミ情報もお伝えしたいと思っております。ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また見てね。